大津祐樹、1990年3月24日対は、茨城県水戸市出身のプロサッカー選手。J リーグ、横浜 F マリノス所属。元日本代表。ポジションは、フォワード、ミッドフィールダー。兄の影響で小学校3年生の時にサッカーを始めた。幼少期は小柄な体格で、中学生になっても身長は140センチメートルほどしかなかったが、鹿島アントラーズノルテジュニアユースと並行してマルバサッカースクール水戸校に通い、フットサルのプレーを通じて足元の技術を磨いた。鹿島ではユースに昇格できず、東京都の成立学園高校に進学。同級生にフィッツジェラルド・毎行流・ジェームズらがいた。高校1年時の冬には、全国高等学校サッカー選手権大会に出場したが、1回戦で敗退した。在学中は、全国的には無名の選手で、J リーグクラブからの獲得オファーはなかったため、大学進学を考えていたが、柏レイソルと練習試合を行った際に、当時のスカウト鈴木康人目に留まり、熱烈な勧誘を受けて、柏へ入団することを決めた。加入直後の2008年2月、フランサ、北島秀夫、利多田明といったフォワード陣が相次いで離脱したことから、プレシーズンマッチの千葉銀カップでいきなり、スターティングメンバーに抜擢された対戦相手のエディ・ボスナーに抑え込まれ、プロの洗礼を味わった。この悔しさから徹底したフィジカル強化に取り組み、2009年には攻撃の柱として、リーグ戦33試合に出場し、6得点を挙げたものの、チームは J2 に降格した。翌年も J1 クラブから届いたオファーをすべて断り、柏に残留したが、筋肉系の負傷が続き、9月にはネルシーニョ監督の意向もあって、約1ヶ月間ブラジルのサンパウロに渡り、怪我の治療と再発防止のための肉体強化に専念した。J1 に復帰した2011年は開幕からレギュラーに復帰し、7月までにリーグ戦10試合に出場した。2011年7月、ドイツブンデスリーガのボルシア・メンヒエングラートバッファへ移籍。レギオナルリーガ4部のリザーブチームでプレーした後、同年10月22日の第10節 TSG 戦899ホッフェンハム戦で後半39分から途中出場し、ブンデスリーガデビューを果たした。しかし、マルコ・ロイス、フアン・アランゴ、パトリック・ヘアマンといった層の厚い攻撃陣に割って入ることはできず、リーグ戦では3試合、計31分の出場に止まった。2012年8月、出場機会を求めて、オランダ Eredivisieの VVV フェンローへ移籍。同年9月15日、第5節 NEC ナイメヘン戦で移籍後初出場を果たした。10月21日の第9節フェーノールト戦では初めてスターティングメンバーに入りアシストを記録。12月9日の第16節フィテッセ戦で初ゴールを決めた。同年はリーグ戦22試合に出場したが、チームは昇降格プレーオフで敗退し、ゴキブリのエルステディビジ2部。降格が決まった。2013から14シーズンもチームに残留し、かつて、本田圭佑やカレン・ロバートがつけていた背番号10を引き継いだが、2013年12月15日の第21節 MVV マーストリヒト戦で右足アキレス腱断裂の10を追い、シーズンの残り全試合を欠場した。2014から15シーズン、2014年8月22日の第3節でフラーフソハップ戦で250日ぶりの公式戦復帰を果たした。VVV フェンロが財政難に陥ったこともあり、2014年12月12日、古巣の柏レイソルに復帰することが発表された。背番号はオランダ時代と同じ10に決まったが、柏で日本人選手が10番を背負うのは2003年の大野俊孝以来、12年ぶりとなった。2015年は、足の違和感により、キャンプから別メニュー調整が続き、スターティングメンバーに復帰した矢先のファーストステージ第16節、名古屋グランパス戦で、左膝後十字靭帯を損傷するなど怪我に苦しんものの、10月24日のセカンドステージ第15節、清水エスパルス戦で日本復帰後初ゴールを決めた。2017年4月16日、第7節のヴィッセル神戸戦では、今季初得点を決めて、首位を撃破に貢献した。2018年1月3日、横浜 F ・マリノスへの完全移籍が発表された。2011年3月26日の親善試合ウズベキスタン戦で U-22 日本代表に初招集され、同年11月のロンドン五輪アジア最終予選では、バーレーン戦、シリア戦で2試合連続ゴールを挙げた。翌年の本大会でもグループリーグ第1戦、スペイン戦で、扇原貴弘のコーナーキックから、決勝ゴールを挙げたほか、準々決勝エジプト戦、準決勝メキシコ戦で、各1得点を記録し、チームトップの3得点を挙げる活躍でベスト4、進出に貢献した。2013年2月6日、キリンチャレンジカップラトビア戦で国際 A マッチ初出場を果たした。13110274321710691コールスパンイコール210010130コールスパンイコール210402221コールスパンイコール210231285コールスパンイコール23031519193172749223923通算コールスパンイコール 2AFC 通算楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。